お疲れ様です。うちわ TV 中の人、うちわ4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。今回の動画はウィニングポスト9で配合攻略、本当にサイレンス鈴鹿からメーバー誕生するか検証という動画になります。以前ね、サイレンス鈴鹿のおすすめ配合、この馬どうですかねっていうので繁殖牝馬との組み合わせの動画作らせていただいたんですけども、まあ、そのね10頭を紹介させていただいたセーブデータをそのままね、種付けし続ければサイレンス鈴鹿からねどれだけ名馬が出てくるかっていうのを確認してみたいなと思ってこういう動画を作っております。まあ本当にね名馬が誕生するのかっていうね、まあよくね、この配合いいですよっていう人いるじゃないですか。ちゃんと検証しようよっていうね、部分が、僕の中であったので、まあまずね、自分でサイレンス鈴鹿どれだけね、この組み合わせいいのかなっていうので、検証してみましたんで、ぜひ最後まで見ていただければと思います。今回はね、ゲームの中で縛りがある程度つけております。まあ、10頭前後繁殖牝馬を用意して、おります。現状ね1999年なんですけども、このおすすめした10頭たち、ヒシアマゾン、シーキングザパール、エアグルーグ、レトス、ファビラスラフィン、ベガ、スキーパラダイス、マキバサイレント、ローザネイ、ハローボイス、この10頭を軸にして、まああと時代をね進めていけばより良い繁殖牝馬、サイレンス鈴鹿との相性がねもっといい馬ポロポロと出てきますので、この10頭プラスアルファでサイレンス鈴鹿のみをね種付けずっとしていって、まあおよそ10年間、3区でね10年間経った状態で何頭ね名馬を出せているか、名馬の基準としては殿堂馬入りっていうね、殿堂馬としてあの殿堂のね、銅像が作られるレベルまで活躍する馬が何頭出せるかっていうのに着目してスポットライトを当ててやってみましたので、その他の縛りは、まあ、年間でね、世代ごとに何頭、プレイヤーとして馬を持つかっていうところが結構重要かなと思いますけども、まあ、2頭のみっていうね、10頭以上排出してその中でよりすぐりの2頭のみ、それ以外はプレイヤー外で、2頭だけプレイヤーが持って、そしてねそのプレイヤーが持つ馬は全て武豊ジョッキーに乗っていただいて、まあレースを進めていく。そしてね、全て進行はオート進行をメインにして、年末のね有馬記念の12月4週の週だけ以外は全てオート進行で分回すっていう形を取りましたので、その縛りの状態で、10年間およそ10年間ですね回してどれだけね名馬が出たかっていうのを確認していきたいと思います。はい、ということで、10年分回しました。2011年、正確に言うとね3区での10年なんで12年回すことになるんですけども、この状態でサイレンス鈴鹿がどこまでね自分の血を伸ばして、そして名馬をね排出しているか確認していきたいと思います。こちらがねサイレンス鈴鹿の2011年の状態、種付け料は3350万円、リーディングサイヤーは日本国内で4回輝きました。そして3区が重賞176勝、3区 G1 58勝という形を取りました。ボルグっていう馬が牝馬3冠をして、ニビルっていう馬とこのモナコっていう馬も、日本ダービー勝ちましたので、12年の間に日本ダービーを2勝、現役3区67といて勝ち上がり率は74.73、 まあいいですよね。まああと右側のね勝利傾向を見ていただくと、やはりね、マイルあたりっていう部分で活躍する馬が多いかなと思います。これはやはり血統の中にねミスプロが入っていて、ミスプロをイメージして作っている、ミスプロのクロスをね、利用して3個作っている馬が何頭かいるので、その馬たちだったり、あとは他の牧場の種付けのね状態見てると、やはりね同型配合結構見かけられたので、らへんが、勝利傾向増えていったのかなと思います。そしてねまあ3350万円、G1 ね58勝、まあここまではねある程度予測はできるんですよね。
ただこの58勝している中でなんと殿堂馬、殿堂入りすることができたかをここから確認していきたいと思います。はい、ということでこちらがね殿堂馬の場所なんですけども、まあ簡潔に言います。金の殿堂馬出ませんでした。サイレンス鈴鹿がね金の殿堂馬なんですけども、自分をね超えるような名馬っていうのはやはり10年ちょっとでは排出できていないっていうのが現状です。まあ、今回ねハードでやっておりますので、まあ割とこう G1 でね負けるってことは増えて、ノーマルよりは増えるとは思うんですけども、とはいえやはりねサイレンス鈴鹿の能力であれば金のね殿堂馬出てもよかったのかなとも正直思いますけども、まあオート進行ですんでね、どうしてもローテーション被ってもそのまま、進めてったりしていたので G1 をね勝てる数が少し少なくなっているっていう部分もあったと思います。なのでまあ金の殿堂馬出てないですけども、今回はおそらくね、プレイヤーがしっかりねテコ入れ一投一投してあげれば、まあ楽勝でね 1,2 投は出せたかなっていうのが、まあやっていて見ていて思った見解です。まあ銀のね殿堂馬2頭、排出することができました。G1 をね5勝以上かなぐらいしていると銀の殿堂馬っていう形になります。そして銅の殿堂馬は6頭排出できたので計8頭ね殿堂入りさせることができました。まあおよそね10年かける10頭なので、まあうちの牧場としての生産馬は約100頭、100頭中ね8頭殿堂馬入りすることができて、G1 をね勝った馬になると8頭では止まらず、18頭いますので、まず100分の18ってことは50分の2、まあ約ね50頭に10頭なんで、まあ5頭に1頭ぐらいのペースで G1 馬を排出することができるっていうのは比較的ね G1 勝利数っていう部分から考えてもサイレンス鈴鹿結構高いのかなと思いました。まあ早い段階でね牝馬三冠馬出すことができたのはやはりね必死アマゾンとの S 配合、こちらの方がやはりかなり効いてきたのかなと思います。ただ3区の傾向としても割と、サイレンス鈴鹿自体は遅めなんですけども、意外とねこうクラシックで活躍してそのまま4歳走れないっていうね成長型、早熟だったりね早めで、まあ成長力があんまりないっていう馬がイメージとして多かったかなと思います。まああとはダービーをね勝つと大体有馬記念までねなんとか能力でマウント取ったりっていうことも可能だっていうのがねこのモナコっていう馬で、分かったんですけども、やはりこの馬もね、3歳路線でね活躍してそのまま、4歳でもね2勝するんですけども、急激にね急ブレーキをかけたかのように、失速してしまうっていうところはやはり成長力が持続しない形のね、馬が比較的多いのかなっていうのがサイレンス鈴鹿の3区の傾向かなと思いました。まあいずれにしてもね、繁殖年数13年で、直径志望馬がね7と、リーディングサイヤー4回っていうのは非常に優秀な成績だと思いますね。で3区の傾向もやはりね 1600m 前後で、勝つ馬が大量に出るのと、G1 でもね勝てる能力をね有している馬何頭も出せているっていう部分ではサイレンス鈴鹿でね系統を確立することもこのままね進めていけば可能なのかなと思いましたので、まあこのセーブデータはねそのまま残しておいて、いずれねサイレンス鈴鹿がどこまで発展するのかっていうのを検証また続けたいとは思いますけども、今回はね、名馬が出るのかっていう部分にスポット当ててますので、まあサイレンス鈴鹿のねおすすめ配合で十分ね名馬を狙える、電動バイリバーを配置すること可能だっていうのは今回の検証では分かったかなと思います。ただやはりね、距離適正っていう部分ではまあこの後出てくるディープとかと比べてしまうと若干ね少し短いのでスタミナがね不足している、まるでサートルナーリアのような、馬が、配置されていくのかなと思います。まあ、マイルで十分ね記録出していれば、まあ、クラシックのね日本ダービーにはなかなか縁がなくなってしまうかもしれませんけども、
G1 はね、十分マイルでも勝っていけるってことは、やはりヨーロッパ前線でね、サイレンスズカ活躍しやすいのかなとも思いますし、ババ適正は逆にアメリカでも持っているので、ブリーダーズカップマイルをね、目標にした、マイルでのね、マイルで待機シャトルのね、再来のような、馬も作れるのかなっていう結果を今回お届けできたかなと思います。まあこうやってね、サイレンスズカにスポット本気で当ててみたりとか、いずれね、昨日かな、出したディープインパクト、おととい出した、ディープインパクトのおすすめ配合で、まああれも S しかほとんど出てないですからね、一体どれだけね、血統の状態を、リアル競馬というかね、仮想競馬の中のリアル競馬をどれだけごちゃごちゃにできるかっていうのがね、ディープインパクトの3区でも、検証してみたいと思いますので、ちょっとでもね、面白いなって思っていただいた方はチャンネル登録していただくと励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。今回はね、サイレンスズカのおすすめ配合、本当にね、名馬出せるのかっていうスポットを当てて、まあ、結果名馬がね、8頭出ましたので、この動画を終わりたいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしたいと思います。それでは次の動画で。バイバイ。